起動すると確かにこの画面から動きません。この表示について検索してみます。同様の症状をマイクロソフトでも認識しているようで、こちらのサイトを参考にして対処しました。まずはこの画面を終了させます。 キーボードのコントロール・オルト・デリートキーを同時に押します。タスクマネージャーを起動させて、タスクの終了をクリックします。続いてウイルスチェックを実行します。Microsoft Defender でスキャンしました。パソコンにインストールされている ウイルスソフトを実行してください。サポート詐欺画面から先に進んでいなかったので、今回はこれで作業完了です。サポートと謳っている問い合わせ番号で、050から始まる番号はあり得ません。通常はフリーダイヤルの0120もしくは0800で始まるはずです。 サポート詐欺からの着信電話は無視します。指示されたアプリは削除します。国民生活センターに電話してください。